今回紹介するのはジェイソン流お金の増やし方という本です今すぐ始めよう芸人としての厚切りジェイソンさんが好きでご本人の経歴等はよく知らないまま興味本位で Kindle 版を購入しました自分は30代半ばですが投資は損をする毎日株価をチェックしなければいけないのではという漠然とした不安から 資産をを増やす試みを全くししてきませんでしたよく本屋に並んでいる投資の本を手に取って眺めてみるのですがどの本もそれぞれわかりやすく書いていてくれていると思うのですが自分の不安を解消するには至りませんでしたこの本に書かれていることはとてもシンプルです支出を減らすジェイソンさんの節約哲学コンビニは原則使わない。 家族でお金の価値観を共有すると、は多くの人にとって共感できる内容だと思います。簡単で堅実な投資から始めるミサやインデックスファンド等、言葉自体は知っていても具体的に何をすればいいかわからないといった方は多いと思います。 この本では投資信託の基礎中の基礎をさらっと学ぶことができてかつジェイソンさんのおすすめの投資の始め方を 自身の経験と考えをもとにして具体的に教えてくれますお金を増やすことがゴールではないあくまでお金を増やすことは自分や家族が幸せになるための手段であるということが繰り返し語られていますこの部分が人間としてとても信頼できる人だと思います自分はこの本を読み終わってすぐに楽天証券の口座を開設しました最後に この本の中で一番自分に深く刺さった言葉を紹介させていただきます。継続続ししろよ。よ。よただやれよなんで続けようとしないの以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。